皆さんこんにちは、パケオンゲームチャンネルアルファです。はい、昨日に引き続きですね、今日も懲りずに、予想をして買ってきました。これがね、2日間にわたって出たアーニャですね。今のところ被ってないです。でちなみに今日もね、売り場行ったらですね、まあ、売れてませんでしたね。僕たち買った以外売れてませんでした。なのでね、今ある分にシークレットがおそらく入ると思います。まあそのね、なんでそういうことが言えるのかっていうのはね、まあ、前のね動画を見ていただければね、わかるかと思います。で今回も印つけてます。これね、爪の跡で印ことね。でまあこれが、まあ、僕が選んで買った。でこっちの折れ目がついている、これがね嫁が買ったもの。じゃあ交互にね行きますか。よし、さあ果たしてねどうでしょうか。じゃあ昨日はね嫁の方から行ったんで、今回僕がね買ったものから、さあ行きますよ。よし、ここがね出落ち感が満載だけど、わかりませんね。今の見た感じじゃわかりませんね。お、どうだ。こっちが正面か。いやー、あ、でもね立ってるやつだよ。いくよ。はい、ドン。出たよ。出た。出たよ。やりました。よし。まあ、嫁からね今ねやりすぎというか、こんな感じです。かわいいねこれ。よし、いやーやりましたねこれ。いや嫁すげえな、すげえね、今すごい後ろで喜んでますね。はい、ガムはねよけといて、はい、やりましたねこれ。1個目、今一発目で出たね。コロコロ転がる、コロコロ転がる、こまいっか。よし、じゃあ続いて僕がねラーメン買ってきたもんですね。ちょっとわかりませんね。お、ん？ちょっと今手でね、触って確認して、ああシークレットではないねこれ。シークレットではない。こっちが正面かな。はい、せーの。お、ん？なんだこれ。5だ。5番。まあ、今のところね、やっぱ被ってませんね。うん。10個のロットの中から選んでるんで被ってないですね。あ、これも可愛い、こうリュックしょってるやつですね。はい、おいい感じ、今のところ被ってないですよ。ガムだけ出しとく。今のところ被ってません。まあ、今回はねちょっと頑張って4つ、この中にねシークレットが入ってるはず、おそらく。よし、じゃあさっきね嫁から開けたんで、じゃあん、さっき、あ、そうか。じゃあ今僕のね買った方から。よし、いくよ。これね中身見ないでね、これ、まあ、手でねモニモニした方がねちょっといいかも。手でモニモニして、でもねこれモニモニした時点でね、もうレアかレアじゃないか分かっちゃうんだよね。これレアじゃねえな、シークレットじゃねえな。はい、どんどん。おお、体操のやつ。8番。8番ですね。いいじゃないですか、この子これ。ね、8番。よし。いや、でもね、これ出たからね、これ。これ出た。よし。そうか。8番か。ガンか。よし、ラスト、これでもし当たったらすごいよね。今回これ嫁がねこれ当ててますからね。よし、じゃあいきますよ。さあどうかな、手で触った感じでね。あ、これもシークレットじゃないね、残念。まずシークレットじゃない。はい、じゃん。おお、なんか
ああ、ぶっ飛んだ。ちょっとあまりにね驚きすぎてね、あのぶっ飛んだ、こうすげえかぶった、これをこれがかぶった、これある意味奇跡だね、これがかぶったよ。嫁すげえな、嫁すごいな、嫁パワーすごいな。逆に僕はもうこれとこれっていうね、まあ今のところね、過去にね、当てたっていうかね、買ったやつはこのこっちの4つで、今日買ったやつがこれ、この4つ、この2つがね被ったっていうね。いやー、見てこの顔、これちょっとね、ピントが合ってないか、この顔、このまあ余裕の笑みというかね、言うみたいだけど、いやでも今のところこれ一体だけね、他は全部被ってない。でこれ一応全10個で、今、今回4つ買ってきたんで、あと4つかな売り場に残ってましたね。だからもうこれ447か、あと3種類、あれ買い占めてくるか、どうしようかな。いやでもこれびっくりしましたね、思う、こう欲しかったやつがなんと2つも出た。で狙うはね、このシークレットボンドっていうね、ワンコの上に乗っかってるアーニャ、それがねちょっと欲しいんでね、どうしようかな、ちょっと頑張ってみようかな。いや今回はこんな感じでした、これがね前回。だから今出てないやつは何だろう、1番と、4番とシークレット、6番も、あ6番も出てないのか、じゃあ1、4、6、10、じゃあちょうど4つ出てないってこと、あれしたら今4つ余ってんだよね、あらこれひょっとしたら全コンプリするかな。おお、これは急いでスーパー行かなきゃね、ひゅーひゅーってね、行かなきゃならね、ちょ悪ふざけが過ぎましたので、この4つ今回出たやつはこの4つです。はい、ちょっとまたね買ってこようかな、ここまで来たらね、どうせだったらもうコンプリートしたいよね。はい、いやーびっくりした、今日はこんな感じでした。あまりはしゃぎすぎたのでね、後から嫁からのお叱りがありそうですけども、はい、今日ね、動画はこれで以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。